仙台カップ国際ユースサッカー大会は、例年、宮城県仙台市で開催されていた、南米、欧州、東アジアの4カ国の19歳以下、または18歳以下のナショナルチームによる国際サッカー大会であった。フサータリーリーグ戦による勝ち点で順位が決まる。略称は、仙台カップ。現在、開催は、中止状態である。2002年に開催された、 フィファワールドカップの会場の一つとして、宮城県でも試合が行われたことと、この時のイタリア代表チームが仙台市でキャンプを行ったことを記念して、翌2003年より行われるようになった。第1回大会は、2002フィファワールドカップの優勝国であるブラジル代表と仙台でキャンプを行ったイタリア代表、そして日本代表と東北地方の高校生選抜の 計3国4チームがが参加し、しブラジルが優勝した。第2回大会も同様の参加チームでイタリアが優勝。第3回大会はイタリアに代わってクロアチア代表が参加し、第4回大会以降はクロアチアに代わってフランス代表が参加した。このため、仙台カップは南米と欧州を代表するサッカー強国の代表ユースと、 日本及び東北が対決するという形で推移してきた。第6回大会からは東北選抜チームに代わって韓国代表が参加することとなり全ての参加チームがナショナルチームとなった。第8回大会では韓国に代わって AFCU-19 選手権2010を同年10月に開催する中華人民共和国から中国代表が参加することになった。 なお、元ベガルタ仙台監督の清水秀彦が、東北選抜チームの監督をしていたが、現在は党大会のアンバサダーとなっている。2011年大会は、東日本大震災の影響で開催が中止になり、2012年も仙台市側が仙台カップの事業費を、東日本大震災復興費用に充てるため、新年度の当初予算案に仙台カップ事業費の、 形状を見送ったため2年連続で開催中止となった。2013年以降の大会開催についても仙台市の担当者が仙台市議会で早期再開は困難、震災前から運営経費の負担のあり方、観客数の伸び悩みなどが課題となっていた。震災復興の状況を踏まえ再開への道筋を 考えると発言したため仙台カップの再開が暗証に乗り上げた形になった。2年ごとに開催されている FIFAU-20 ワールドカップの予選を兼ねる AFCU-19 選手権が U-20 ワットハイ開催前年の秋に開催されている。これに静岡県で8月に開催される SBS カップ国際ユースサッカー及び 9月に開催される仙台カップが共に連動しており、AFCU-19 開催年は19歳以下、開催前年は次の年を見越して18歳以下が、SBS カップ及び仙台カップの出場資格となる。SBS カップは以前からこのような連動をしていたが、仙台カップが連動し始めたのは第5回及び第6回からである。かつては、 SBS カップが AFCU-19 開催前最後の競合国との試合の機会であったが SBS カップと AFCU-19 との間の時期に仙台カップが入ったことと南米、欧州、東アジアの4カ国の第2種世代のナショナルチームが参加する国別対抗戦という開催形式により第2種世代のサッカー日本代表にとって 仙台カップの重要度が増した。なお、日本で開催されている第2種世代の国際大会には、仙台カップと SBS カップの他に、サニックス杯国際ユースサッカー大会、国際ユースサッカー新潟、豊田国際ユースサッカー大会、北海道国際ユースサッカー大会があるが、すべての参加チームがナショナルチームであるのは仙台カップだけである。 仙台カップ開催時のユアテックスタジアム仙台の外観ユアテックスタジアム仙台第6回大会でフランスに勝利して優勝を決め歓喜する U-19 ブラジル代表大会当初から宮城テレビが担当しており2006年までは全試合放送していたが生中継の場合後半戦のみしか放送できない試合もあった2007年は最終日のみを放送し 2008年も最終日の2試合を深夜26時35分 -2900 の中継録画に加え9月23日にダイジェストで放送。2009年は最終日2試合が当日深夜に放送。2010年は2日目の2試合を放送と年々放送規模が縮小されている。原因としては平日夜の試合が増え中継枠が確保できないこと。 MMT のスポーツ中継が11月まで毎週のように乱立しており、人員が足りないことなどが考えられる。駅伝中継は日本テレビのスタッフも参加する。加盟サッカーとベガルタ中継は2008年に行われた。2003年大会では MMT ハイゴルフ中継と日程が重なって、MMT がスタッフ不足に陥り、林県のテレビ岩手から岩瀬広幸アナウンサーが、 派遣されて、リポーターを担当し、終了時の協力クレジットに TV テレビは手と表示された。FIFAU-20 ワールドカップとの連動が始まったことにより、第6回大会から9月第2度、日に仙台市都心部で開催されている、定前デラストリートジャズフェスティバルイン仙台と日程が重なるようになった。仙台カップは、泉中央副都心で開催され、 主催者も異なるため、両者の間で共同イベントは行われていない。ありがとうございます。